アントニー・クラストゥスは、フランスギャロの騎手である。香港における名前の中文表記は、各立り。フランス・パリ出身。父は、つなぎが即補競争のライダーという家庭に生まれる。父のようなつなぎがのライダーになることを望んでいたが、その父に、競馬の騎手になるよう勧められたという。2001年に、騎士免許を取得。父が所有する馬で、初勝利を挙げるが、 デビュー後数年は目立った成績を残せなかった。2007年は609,031勝で、フランスリーディング30位。2008年には744,070勝で、リーディング9位と大躍進した。2009年、84勝を挙げ、リーディング8位となる。同年、エリール・ルルー主張教師に日本遠征を進められ。 10月31日から12月30日までの期間で日本中央競馬会の短期免許を取得、初来日を果たす。ルルーシュの縁で吉田テルヤから紹介された藤沢和夫が身元引き受調教師となった。11月8日、福島競馬第8競争をラミアクイーンで勝ち、日本での初勝利を挙げた。2010年、 1>, 1月1日から1月31日までの期間で JRA の短期免許を取得し、前年末から引き続き日本で帰場した。その後、帰国したフランスでは76勝を挙げ、リーディング10位。11月17日から12月12日にかけては、再度 JRA の短期免許を取得し、日本で帰場した。2011年、 1>, 1月1日から2月28日までの期間で JRA の短期免許を取得。1月10日、ダンスファンタジアでフェアリーステークスを勝ち、日本での重賞初勝利を挙げた。ありがとうございます。